ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは、ごきげんよう。いい天気、今日は。Yeah.
逃げろ。あ、間違えた。どういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体による。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。子供。なんだこれは。大好き。トゥビー、耳を貸しちゃダメです。一緒にいよう。こいつらに心なんかない。ただ人間の言葉を真似しているだけだよ。破壊しましょう。好き。アンドロイド？違う、こいつ
機械生命体です。あの横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。司令部との通信できるようになりました。 9S からバンカーへ応答をお願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。
砂漠の機械どもを倒してもらえて助かったよ。ありがとう。ああ、君たちか。砂漠の資材が入手できるようになって助かったよ。つまらないものだけど、これをお礼に取っておいてくれ。何か入り用の時はここに立ち寄ってくれよ。これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか？確かに、一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。
オペレーターより 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。
地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ、トゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。こちら随行支援ユニットボッド042、操作主権は 2B にセットされている。こちら随行支援ユニットポッド153、操作主権は 9S にセットされている。要請、戦闘データの交換。承認。提案、効率化のために諸データの交換を随時行うこと。承認、効率化のために諸データの交換を随時行う。以上。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。宝物の形はみんな違いました。このゲートは開かないみたいですね。どこか他の道から進めないかな。
こにつながっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。旧世界の情報か。これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。何これ。怪盗、人類が建造した遊具。レール上を高速で移動しスリルを体感するもの。絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところでトゥディ。何。僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう。そろそろ 2B もどうですか。何。だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。こんな形の機械生命体、記録にありません。
敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビアンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。No!
助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう、ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない、そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。私、敵じゃない。え、あなたたち、壊れた機械生命体を倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する、私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。
あれは。ああ、トゥービーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。なあ兄ちゃん、なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ。記録によると人間は股間を隠して生きていたそうだ。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って履いてろイブ。分かったよ。でもなんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ。俺たち機械生命体はこんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああ。じゃあ頑張って食べるよ。全員が白旗。戦う意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥービー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。
械生命体の姉妹って変な話ですね。同じ工場で作られたとかでしょうか。さあ、その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。オペレーター 210 より 9S 定期連絡を行います。本日は 9S に重要事項の連絡があります。何でしょう。整備部から 9S の飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いや、だって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。以上。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。月面人類会議より地上で奮戦しているアンドロイド諸君に告げる。宇宙人とその先兵たる機械生命体によって攻撃されてから数千年が経つ。そして我々人類は月に逃げ延びることになった。しかし今もなお諸君らの戦いによって我々は存続することができている。諸君らアンドロイド兵こそが我々人類の最後の希望なのだ。健闘を期待する。人類に栄光あれ。
の通信ですみません。話は聞きました。迷子を探してくださっているそうですね。私からもお願いします。どうか早く見つけてやってください。あれは姉思いのいい子なんです。おそらくあの子は砂漠地帯にいるかと思います。その付近にあの子の姉が必要としているパーツ、へこんだ金属板があるので。分かった。ありがとうございます。二人ともどうかお気をつけて。じゃああとはこの子をパスカルの村まで連れていくだけ。でもどうしてこんなところをさまよってたの？ああ泣かないで。それでパーツは見つかったの？そうだね。けど君が無事に戻ったらもっと喜ぶと思うよ。どうしてそんな子ができたの？降水量の減少のせいで植生が失われて、それに従って土壌が変化し。土壌って何？ああ、土壌っていうのは地面にある土のことだよ。土ってすごいんだね。それは気温や気圧の変化が、っていうか確かに風ってどこから吹いてくるんでしょうか。哲学的な問いでもありますね。ね、ドゥビ。私に聞かない。それは、あ、いや、機械生命体もアンドロイドも子供は作ることはできなくて。子供はどうやって作るの？トゥービー。そんな声で言われても私は助けられない。子供は早く行こう。ほら、お姉さん待ってるよ。
どっと疲れました。確かに。でしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。
相互理解は得られない。私はそう思っています。そう。何の音だろう。バンカーより 9S に緊急連絡。廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認。随伴する機械生命体反応が多数。全ヨルハ部隊に出撃命令が下りました。大型兵器トゥビー、やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。オペレーター 2-1-0 より連絡 9S。 悪いニュースと良いニュースがそれぞれ一つずつ。まず巨大兵器は2体存在することを確認。2体、あんなのか。次は良いニュース。前回の巨大兵器との戦闘データから敵兵器走行を分析。弱点と思われる箇所の特定に成功しました。また得られたデータを元にした射撃ユニットの改良が完了。搭載した飛行ユニットを配置します。さすがは夜破壊発部。マップデータを確認してください。了解しました。トゥビー、司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。大型兵器の足元は危ないですね。どこか別のルートを探した方がいい気がします。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けずにありません。気をつけていきましょう。
配線が集中しているハブの情報を表示します。飛行ユニットの場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行術接近を推奨します。了解しました。敵大型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電します。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。まさか数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。より全ヨルハ部隊へ
数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測、マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ多分。 2B って大雑把なところがあるんですね。2B、 反応があった陥没地帯の地下に行ってみましょう。
だため。だろうね。